演舞開演。どうも、本日はこちらタコのオリーブオイルタコ油漬けを食べたいと思います。カンツマプレミアムを作るのができました。オリーブオイルで作ったというとアヒージョを真っ先に思い浮かべるのですが、それみたいなものなのかな。なんだかすごいです、油の量も。ではいただきます。いや確かにそうかもしれませんけど、これはタコの旨味も噛み応えもしっかりあって、そこにオリーブオイルはそんなに油っこくなくて程よい香りをつけていて美味しいのですが、オイル多すぎです。これあとで大変だな。これご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。